放送席、そしてベイスターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは延長10回勝ち越しのタイムリーを放ちました佐野圭太選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まず最後までわからないゲームを制しました。今のお気持ちから教えてください。本当投手陣の方も、粘り強く投げてくれてましたし、はい、勝つことができて、はい、ほっとしてます。はい、試合を決めたのは延長10回佐野選手のタイムリーでしたが、あの場面ワンアウトランナー三塁、どんな意識で打席に向かいましたか？はい、オースティンの、はい、出塁、そして好走塁、それから牧の、はい、しぶとい、新塁打、本当打席に立つ前に、震えながら、はい、絶対に自分が決めてやるっていう強い思いで打席に立ちました。ワンボールワンストライクからの3球目変化球だったかと思いますが、打った瞬間などいかがでした？そうですね、本当こう前進守備に、はい、牧がしてくれてたので、本当いいところを抜けてくれてよかったなと思います。佐野選手は今日のゲームでも2安打、昨日は猛打賞もありました。5試合連続でヒットも続いていますが、ご自身の状態今いかがでしょう？はい、悪くないかなと、はい、思ってます。前半戦、打てなくて、はい、チームにもたくさん迷惑をかけてしまったので、後半戦、チームに、勝ちをつけられるような打席を、増やしていきたいなと思います。上位争いのタイガースを相手に、まずはカードの初戦を取りました。明日以降の戦いに向けて意気込みをお願いします。はい、もうすぐ切り替えて、明日に向けて、しっかりと最高の準備をしたいなと思います。ありがとうございました。今日のヒーロー佐野選手でした。放送席どうぞ。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お足元に